エーリヒ・マリア・レマルクは、ドイツの小説家。西部先生以上なしをはじめとして、二つの世界大戦と全体主義に翻弄される民衆を一貫して描いた。本名は、エーリヒ・パウル・レマルクで、仮名のリマークをフランス語風の綴りにした、レマルクに、ポールの部分をマリアに置き換えて、ペンネームとしていた。1898年6月22日、ドイツ帝国の構成国であった、プロイセン王国ハノーファー地方にあるオスナブリュックに、エーリヒ・パウル・レマルクとして生まれた。友人のハンス・ゲルトラーベによると、曽祖父のヨハン・アダム・レマルクが、1789年にアーヘンでフランス人の家に生まれたことが判明している。レマルク家はカトリックを信仰していた。父ペーター・フランツ・レマルクは、製本を仕事としており、典型的な労働者階級であった。経済的に豊かではなかったものの学業に秀でており、ギムナジウムに進学して、勉学に取り組み、また16歳の時から、詩作や文芸なども趣味にしていた。在学中に第一次世界大戦が勃発、それから約3年後が経過して18歳になった際に、学校の教師に説得され、旧友たちと共に、ドイツ帝国軍に志願した。1917年6月12日、戦争末期の西部戦線に配属されて、フランス北部のノール県に送られると、第2予備この絵師団に入営した。6月26日、ベルギーのフランデレン地域に展開する第15予備役不評連隊、第2中隊に配属を命じられ、工兵小隊の一員として塹壕戦を経験した。7月31日、榴弾の破片によって左足、右腕、首に重傷を負い、本国に傷痍軍人として送還された。1917年8月、パッシェンデールの戦いが起きる中で、デュースブルク軍病院で長期間の治療を命じられ、回復を待っていたが1918年11月13日に起きたドイツ革命により戦争は終結した。ドイツ帝国が崩壊するという混乱した状況下の故郷に戻ると、ギムナジウムを卒業し、1919年8月1日に教員資格を取得して、ビートマールシェンの小学校に赴任した。1920年11月20日、教師を退職して、図書館司書、編集者、ジャーナリストなどを経て、作家として活動するようになる。初期の仕事として、自動車部品会社のコンチネンタル社から、テクニカルライターとしての依頼を受けている。1929年、第一次世界大戦に従軍する兵士たちの姿を描いた戦争小説、西部戦線以上なしを発表。大ベストセラーとなって31歳にして人気作家の仲間入りを果たした。この作品の主人公パウルは自身を投影した人物と考えられている。各国語にも翻訳され、早くも翌年にはハリウッドで映画化されてアカデミー賞を受賞している。1931年、敗戦後の社会不安の中を生きる復員兵たちを描いた帰り行く道を発表する。しかしこの頃になると、ナチスの台頭が始まり、右傾化するドイツで、反戦的との批判を受けたことから、身の危険を感じて1932年に、スイスへ亡命した。1933年、同じ退役軍人であったアドルフ・ヒトラーが政権を握ってからは、予想通りに自身への批判が展開され、レマルクは、フランス系ユダヤ人の末裔だ。レマルクというのは、偽名で、本当の名前はクラマーだといった虚偽内容に基づくプロパガンダが広まり、妹エルフリーデは人民法廷に送られ、書籍は焚書処分を受けた。1938年、ドイツ国籍を剥奪され、翌年にアメリカ合衆国へ亡命した。第二次世界大戦後の1947年にアメリカ国籍を取得している。妹の死を1946年に知ったレマルクは、強制収容所の囚人たちを題材にした生命の火花を彼女に捧げた。戦後はスイスとアメリカを往復する日々を送った。共演したリチャード・カッツ、ボーレット・ゴダードとナチス政権下で迫害される人々を描く、何時の隣人を愛せの姉妹編で、第二次世界大戦前夜のパリを舞台にした凱旋門が発表されると、登場人物の飲むカルバドスが世界的に流行となるなど2度の世界大戦を描いた作家としてその存在は不動となった。映画版愛する時と死する時ではゲシュタポに追われる教師ポールマン役で友情出演している。ドイツでの再評価も行われ、1967年に西ドイツ政府からドイツ連邦共和国功労勲章第十字章を授与されている。ただし、生涯ドイツ国籍は回復されなかった。ダンサーのジュッタ・イルゼ・ザンボナと1925年に結婚、1938年に彼女と2度目の結婚をした。この2回目の結婚でジュッタはスイスへの移住、及びアメリカへの亡命が可能となった。アメリカの社交界では、華やかな女性関係で知られ、マレーネ・ディートリヒ、グレタ・ガルボなどとも浮き名を流した。ナタリー・パレとの関係は、レマルクの没後出版された小説、楽園の陰りや約束の地で語られている。1958年に、チャールズ・チャップリンの元妻で女優のポーレット・ゴダードと結婚した。スイスのティチーノ州の養子の家で、ポーレット・ゴダードと共に暮らし、1970年9月25日、スイスのロカルの滞在中に、動脈硬化症に起因する大動脈瘤で死去した。ロカルの近郊のロンコ・ソプラ・オスコナの下テロ・ディロンコ、ソプラ・オスコナに埋葬され、1990年に亡くなった妻のポーレット・ゴダードも隣に埋葬された。エーリヒ・マリア・レマルク平和センター1991年、故郷オスナブリュック市でレマルク平和賞が設立された。また1996年にオスナブリュックにエーリヒ・マリア・レマルク平和センターが設立され、市とオスナブリュック大学が共同で運営している。博物館にはレマルクの生涯と作品についての独立から寛容ユーモアという名前の常設展がある。2020年9月25日には、没後50年を記念して特別展を行った。映画、西部先生異常なしポスター。ありがとうございます。